方でも分かりやすく丁寧に解説しております。いつでも見返せるようにいいねボタンを押してください。こんにちは、あずです。今日はちょっと2人にハウスのステップをやらせてみようと思います。ハウスでスネークと呼ばれているステップ、なんか名前だけ聞くと難しそうなんですけども、結構簡単。動きはたった4回。まず右足はずーっとこのまま、かかとで1ついていきます。後ろはただ普通についていく。でこっちに出して、これだけ。1、2、3、4、5、6、7、8できる。でちょっとね、腰のツイストを手に入れます。だからこういう風にしていきます。1、2、3、4、1、ほんのちょっと腰から出る。トン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 、戻ってくるとこはあれだけど、最初だけ腰をひねる。と戻ってくるとこってひねりにくいから、最初のこの一発目だけひねって、トン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 、こういうステップ、これがスネークと呼ばれている。じゃあ、軽く後ろ向きでやります。右足からせーけい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、多分ね、これね、こういうのが見たことある。それはヒップホップのソウルとかヒップホップで、まだアズチャンネルではレクチャーしてないんですが、数字EQっていうこういうステップあるんですよ。数字EQ、これとちょっと似てるんですけど、ハウスっていうジャンルなので、さっきの説明だけじゃ不十分で、ちょっとねジャンプします。今こう歩いてる形を覚えるために歩いてるような形でやったんですが、飛びます。一歩ちょっとね、そう、いいね、楽しそうだね。いいね。4、セーブ、1、2、3、4、5、6、7、8、なんか一瞬宙に浮いて、トン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 って感じですね。ちょっと足疲れてる。もう一回、セーブ、8、1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ、軽く音に合わせて終わりにしようと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。あと通知が来るようにベルマークについてお願いします。ハウスでスネークと呼ばれているステップの紹介でございました。ご視聴ありがとうございます。